どうも、秋です。サクセスやっていきます。今回は古谷&沢村と新青銅高校でセンス丸投手育成やっていきましょう。デッキこんな感じです。はい、というわけで今回はこちらのデッキでやっていきたいと思います。沢村古谷を両方編成いたしまして、古谷と同絵で新街道を取ると、そしてメンタルキャラを2キャラクター入れてコントロールとスタミナの上限アップを行っていますよというデッキです。練習しようと思ったところなんとセンスを引きましたと。はい、最近よくセンス引くんですよね。頑張っていきましょう。ただ練習会なんでね、大丈夫かなという不安はありますね。で、これはちょっとここから追っていくんですが、投手の場合難しいのが、早く監督を、伸びないっす。伸びがないと、西徳かぶるっていう時に、あれができないんですよね。金徳トレーズソルっていうのができないので、ナイスすぎます、今の。はい。そう、投手の場合難しいのがですね、野手がメンタルと守備にしか現れないので、なかなかその帯同が最初できないので、早く監督だけ、とりあえず追いたいですね。2人帯同できるならそこは選んでいきます。こことかも美味しいんですけど、もう2人帯同しないといけないので、まあ落合コーチ特にね、金徳追わないといけないというのもありますし、追っておきましょう。で、ここは真ん中が回復、下が評価と、こっち経験点という感じなんで、今のは下に行きましたと。で、今回のデッキの立ち回り的なこともある程度は考えてきているので、まあ、その辺も、随時お話ししつつね、やっていきたいなと思っています。監督をなので今追いたいんですけど、監督はいないな。監督はもう早めに追いたいっす。監督何や、なんだこの渋さ、なんだこの渋さ、やられちまったな。これはどっちか、こっち金徳だけでもください。じゃあ何番金徳イベントですな、それが。いやー、もう言っとくしかないですね。監督本当に早く行かないと、これは結構きつそう。これで野手をね、早く呼びましょう。回復取ります。で、これで監督で、これでまあ普通のサクセスにはなってくると。オクタビア変化は本当は行きたいんですが、ちょっとこの体力量だとさすがに怖い。さあ、ここで勝てば結構 OK、 いいやつがつくのででかいですと。ナイス。さあ、いいやつついて一気に4人、これはいっとこうかな。ただ聖堂魂結構これ捨てちゃってるので、聖堂魂はしっかりと食べていきましょう。ここからよし、古谷早速いいですね。はい、古谷筋力きましたと。古谷はまあダブル得意練習じゃないので、もうそれは迷わず行って大丈夫という感じですね。で、そのまま登場でメンタルの回復量アップにこれは行きたいかなと思います。金丸は行かなくても最大値は結構このデッキは手に入りますので、ここでも上がりますね。で、アンドロメダも8ぐらい上げてくれるので、いいでしょう。ここは休むか。さあ、金徳のことを考えると本当に、まあ伸び骨1回来てますけど、もう1回来ないとさすがに厳しい気がするので、はい、虹徳ね。で、同栄は絶対コントロールじゃないとダメなので、初手で、オクタビアは、これ精神にならなければ行ってもいいんですけど、今だと精神になる可能性があるので行っちゃダメですね。はい、その辺が結構難しい塩梅ではあります。今春野は今回は使わないパターンで、春野行くとおそらくポイントが足らなくなります。聖堂魂のポイントが。いやー、ダメなんだよ同栄そこ。もうあとそこだけはうまくハマってほしい。はい、で、おそらく精神ポイントは十分に足りる気がするので、それを考えたときに
はい、麻生はおそらくやんない気がしますね、僕。よし、同意いっとこう、これ、オッケーオッケー。気がすんな、絶対。よし、これで。あ、でも同意、これも、戦士になる可能性ある。頼む、技術になって、技術になって、頼む、技術になって。うわ、よかった、危ねえ、今のは本当はだから、戦士に行かないといけないです。コントロール練習と、あれの練習は、はい、そうなりますね。スタミナの練習はだから精神レベルを1個でも上げておけば大丈夫だったんですが、今上がってなかったので本当はちょっとやばかったし、今のよし、荒島レーで、ここでイベントで本当は大気を出したって来るんですけど、先にちょっと取っちゃいます。この2つしか得のを持ってないの で先に取っちゃうことによって、まあ、伸びこちここでしっかりもらいに行こうっていう作戦ですね。はい、来いよ伸びこち。で、この二人の金徳2個取れる確率に関しては、沢村古谷をデッキに入れていれば上がるという、ね、非常に面白い形になっています。はい、で、これで、沢村も行きましょう。で、そのままノリ行ってもいいかな。沢村変化行った。沢村古谷アンドロメダ、アンドロメダも、あ、アンドロメダも行ったか。で、夢城、オクタ。あ、そうか、さっき行きましたね。あとなので、夢城とオクタ。オクタはまあ変化でも急速でもどっちでもいいんですけど、どっちがいいだろう。これそうだな。川上ももちろんいいんですけど、ゾノ行こうかな。結構、筋力系の筋力とか取る気がするので、ゾノ行って、ゾノのこうした方がいい気がするんだな。はい、おそらくゾノの方が良さげな。じゃあやはり考えたところします。コントロールも今のところ結構上がっていますし、よし、で、オクタとユメシロは早く来てくださいと。これがコントロール依存みたいなんで、で、そう、ここでも対強打者来るんで、その後に抑えたかったんですが、もう仕方ない。ちょっとこれも依存だけは負けちゃいかんということで、ただ、いつ二次得が来るかもわかんないし、いろいろ大変なサクセスではあります、その辺。よし、伸びナイス。さあ、成功しろよ。よーし、オッケー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 、鉄仮面。で、あとは金徳が2個ずつ、沢村フレアが来てくれれば最高ですね。まあ、オクタもこれもいっとこ。食わず嫌いあんま良くないので、はい。変化は2。筋力が筋力も2という形になりましたね。なぜなら今もう筋力あれしているし、はい。これいきます。しといて、オッケー。で、これダブルタックっていうのもまた大きいですね。起きたらこれで筋力になりますね。はい、で、最後夢白が、あ、でも今のも危なかったんだ。そっか、メンタルもレベル2だったから危なかったぞ。今たまたまうまくいってくれたけど、よかった。たまたま、やっぱ初めて使うデッキってこういうところがまだ自分の中で明確になってないんで怖いですね。はい、で、あといけてないのが夢城ですね。夢城だけで、あとは金徳のこととかももちろん考えていきたいので、まあ落合コーチをやっぱ終えるときは追っておきましょうか。他追ってもそんなに美味しくないっていうときは、あ、でも次川上あたり、そうですな。いや、違うな、シラスかな、次行くなら。変化ポイントが足んない気がするので、これでは。次はシラスで決めたい。よし、ナイス、金徳。そうですね、次はシラス行きましょう。変化ポイントがこのままでは、変化がレベル今回は2なので、絶対足りないので、シラス。シラス色。シラスいる。シラス、よし、シラス、帯同しろ。よし、オッケー。よし、2個来たー。ナイス。
で精神を足りそうな気がするので使わないと。麻生はあえて、はい、まあ、そこいい経験点ですよと単純に。で落合コーチの金徳も取っている。であと考えるべきはやはりあれになってきますね、同じ種類のものということで、はい、こっちですな。でも同じ種類のやつ4つっていうのは常に意識しながらやっていきます。ここからでこれもいいやつを取っても仕方ないので、同栄に関しては下でいいのかな。失敗した、失敗したですね。はい、単純に経験点いいとこっていうのはやっぱり今後追っていきたくなるので、そこかな。鉄仮面、あ、そっか、鉄仮面ってポーカーフェイスの上位だから今回絶対ポーカーフェイス取らないといけないんだ。なるへそ。で敏捷ポイントが結構必要になりそうな感じなので、そこはちょっと常に意識しつついきたいですね。でゾノ行った、あれ行ったということで、あと行きたいのは、ただこれ川上って必要かな。スタミナ練習しか技術が入んないんで、川上行ったとこで、川上でもそれがポイントが増えたりするのかな、しないのかな、それによりますが、はい。で夢城だけまだ行けてないので本当にそこは早くというとこです。でここだと技術もったいなくなっちゃうんですよね結局。まあそれがあるのでやっぱ川上行っといた方がいいか。今の技術2人の態度がもう全くもったいないですよね。うわ、ここでメンタル行きたいのにな。あんま休みたくないんですよね。うわ、おいおい、もうこれ最悪じゃん。うわ、失敗かよ。そしていやー、これね、いつ街道が来るか分かんないなっていうところでちょっと急速上げられてなかったっていうのが敗因ですね。てかむしろ招き猫を持ってきてる時にセンスをあんまり引きたくなかったっす。これはやる気も含めてちょっとヤバすぎるのでどうにかしなければいけないですね。とりあえず不眠症直してくれるのは誰だっていうところあるんですけど、倉持か。でも、あ、今倉持いけるのか、いっとくか。でもあんま良くないよな。無駄遣いっちゃ無駄遣いな気がしなくもないんですよね。やる気やばすぎやん、これは。やる気がやばすぎやん。ちょっとそろそろ金徳のことを考えていきたいので、ここで技術の帯同で次技術が2人いるところに行きたい。で体力減らすかな。なかったですね。ということでそこに行かざるを得ない。あ、そうか、夢城、そもそもこれでようやく OKOK で早くバックアップレベルを上げたいというのがあるので、その辺の誰かに、まあ麻生も、まあ川上か。でもこれそうですね、川上行きましょう。これでやる気やばいね。
サイドボール、ああでもやっぱ精神一人で18、そんなもんか。いや、これ筋力の帯同しといて、あれだな。また筋トク狙いましょう。回復イベント来い。一回休みますわ、これ。筋力来いよ、ここで。来ない来ない嘘、来ない。うわー、逆に技術一人でもいればここでいけたのにっていうね。はい、いやー、もうちょっと遅く完走してくれたらな、そこも成功に持っていけそうだったのに。誰が何のコツを持ってるのかまだ把握しきれてないというところが非常に怖いですが、大丈夫かな。変化少ないっすね、今。で、これ麻生行く余裕ないな、おそらく。もうあとは1年生と落合のためにポイントを使わないといけないですね、おそらくは。いや、やる気やばすぎ、この方向。これでまたメンタル持っといての、次回の金徳を狙いに行くという形にしましょうか。やっぱ同じ種類2人を帯同した時に狙うというのがいいですね。よし、カイドウ来た。カイドウ、よし。で、スタミナやっぱちょっと時間上げしないときつそうですね。あと技術ないよ、やっぱり。メンタル色2人。いや、きっつー。でも練習していかないとちょっと厳しくなるので、野手ほど経験点が出ていないという状況です。いや、これはちょっと回復を挟んでいかねば厳しいですな。お、技術を持ってない、こういう時に。技術2人いろ、どっか。いやー、とことん運がないな、今回。とことんついてないですね。で、奥村は絶対もう 100% いかないといけないと。で、技術はまたこれで足りてきた気がします。スタミナ練習は美味しいですね、落
落合コーチが追いたかったりもするんですが、で瀬戸、そうか、春野でうまくやる気を回復できればいいんですけど、あそこは下がるパティーンもありますもんね。筋力筋力、さあ技術技術、あれ、いやとことんついてねえな今回。まあここの筋力筋力でもう次回狙いましょうか。だが変化足りてないですね今回だと。でそこの金徳だけ失敗していますと。ただあとまだ走ってないものが結構ありそうな今回気です。ただ落合コーチとかも行かないといけないし、これ結構大変だぞ。ここからこれで鍋が来なければいいんですけどね。鍋くんな、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 鍋邪魔鍋とりあえず精密機械もらいますわ。あと1年生1人、まあそこはおそらくいけそうだから、いやダメですなそこ。いやー木を狙うしかないですね。もうこれ後期を狙うしかないですね。もうその金徳だけは絶対取らないといけないので、ここでまたメンタル2人を帯同してのメンタル2人がどっかにいればいいんですよ。もうそろそろ来てくれよ来ないな来ないな、参ったな。さあこの聖堂投手陣の中でエースになりましたが、まあそれだけの能力はありますよ。はい、さあちょっともうあとは分からないかな。これでガイドがどれだけ重いのかがわからないというか、フルヤがまだ完走してないのかな。はい、ふぅ、ちょっと金徳は全部取りたい。まあでも立ち回り的に取れるということは分かったからいいか。まああとは運ですねそこは。はい、でデッキを考えたい。で今回麻生を使わなかったんですよ。ただ麻生を使うとポイントがおそらく足らなかった気がするので、まあ、メンタル2を入れた上で麻生のあれは使わないっていうパターンは大いにありな気がしますね。なぜなら投手の練習で精神ポイント、え、てか使う理由がないんじゃない。球速、コントロール、スタミナ、変化、守備、メンタル、全部ほら精神ポイントって入るじゃん。あれ使うことによってポイント増えるのかな。増えたとしてもほんのちょいなのであれば使う必要はないと思います。逆にでも今回真っ先になのでこの高校でやんないといけないのは変化かもしれないですね。やっぱシラスの変化っていうところはもうそこでしかないんじゃないかな。変化だけじゃん、変化練習でしか稼げないの。あと、まあ、筋力もやっぱりそうなるとスタミナと球速に限られるので、そこと、うん、そこを上げてあげて。技術はスタミナ練習以外では入るって考えると技術も捨てるのワンチャンだよな。まあでもそこはスタミナ練習が美味しければめっちゃ入る可能性はあるので考え方次第ですけど。嘘、ここで追いつかれんの。おい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 、マジかよ。もう勝ったと思ったところで追いつかれんのかよ。危ない危ない危ない。あのアップデート来たのかな、ピッチャーがなんか勝ちやすくなるみたいなアップデート。
いやまあとりあえず勇気ってもう勇気の金徳来たぞ、行くぞ、通すぞ、うらよっしゃ来た、ここで来たぜ、完全燃焼、よしよしよし。てかイベント走ってなくない今回、切ってないよね、フレアとかフレアのイベント切ってないよ今回、ちゃんと走らせてる。危ない、これ金丸使って8の、あ、いけるいける、あ、めっちゃ危なかった、めっちゃギリギリだった。あとおそらく走ってないのがフルヤなんですけど、フルヤとアンドロメダだ、2人切ってないぞ。おいおい、またかよ、また招き猫持ってきたのに走らないパターン、なんか最近多い。招き猫持ってきてなくても別に走るんですけど、この高校持ってきたのに走らないパターン多いよ、ちょっと最近。で、ここは1年生絶対追わないといけない。まあ勇気でいいかな、はい、勇気もしくはユイ、どちらがいいんだい今だと。精神ポイントはいらなさそうなので、あ、勇気ですね、これはギリッギリ今回なので、そこシナリオ金属が超ギリギリだったので、まあ不眠症になったりもしたっていうところもあるんですが、結構そこはやっぱ1年生がいないと厳しそうな気がします。はい、なんでイベント走んねえんだよこんな選手、せっかく来た時に。これでも金徳さえ全部くればめっちゃ強い選手になると思うんですよね。金徳今3つ来てないので、なので3つはやばいって。ちょっと何やってんだよ。ランナー1人を置いて迎えるバッターは高野。第9初球スライダー空振り、投げたアウトローへストライク、もう追い込んでいます。まあ最後走るかもしれないので、はい、最後まで待ちましょう。第9打ちました、初球打ち破った、レフトバックホーム、神谷ヒットを放ちました。聖堂なおもピンチが続きます。これはストライク、2塁セーフ。いやー、フルヤ2個取りたいよ。てか虹とこ取れないの意味ないじゃんっていうね、じゃないと。てかこれ全部金徳来たら多分僕の中の方針はできると思う。 SS6 中継ぎとか7中継ぎぐらいにはなりそうですね、普通に。結局金徳の数っていうのは査定を決めるみたいなところがあるんで、沢村もフルヤも2個成功してくれてってなると、でシナリオ金徳を1全部取れてってなると、すごい強いなと思います。セカンドゴロ、初球を打ちました。で、虹トップも1個含まれているってなると魅力的ですね。これでツーアウト、ランナーは2塁変わりません。第9、初球見送ってストライク、いきなり153キロ、第2球、リンローギリギリいっぱいストライク、これで追い込みました。投げました、危ない球。第4球を、153キロ、さあどうなんでしょう。皆さんマントルとかやってらっしゃる方は、マントルとかではどうですか、この沢村だったり、プレイヤーだったり。新制度の投手をちょっと極めているという方もいらっしゃいましたら、ぜひいろいろと投手にいただきたいです。お、最後の最後に来てないじゃん、全然走ってないもん。やっぱイベントはもちろん切ってなくて、これ2回目です。はい、本当は下で続いていきます。イベント走ってないじゃん、なんで招き猫持ってきたのに、もうなんでだよ、なんでそうなんだよ。いやーというね、いやでも未来はあるデッキだと思いました、僕本当に。これははい、もう一回やりましょう。でもデッキ編成だけを考えたいなというふうに思います。うわー、これ最悪じゃん、本当に完走したらめっちゃ強かったじゃん普通に。いやー、査定的にはめっちゃ伸びたじゃん絶対ね。なんでアンドロメダも完走しないんだ、あれ前後合ってるよね、これ結構割とちゃんと確かめたんですが、前部がアンドロメダ、フルヤ、
アンドロメダとフルヤと、むしろもう一人誰だっていうぐらいですよ。はい、マイベ、アトイベ、アトイベ、マイベ、ドエは？あ、ドエが前か。はい、前後3枚ずつですね。もう最悪。何それ。メンタル挟みたいからこれ思い切って練習しよう。こういうこと起こるんですよね、サクセスって。ここ来てないよね、だから。はい、取った。よし、で次メンタルか。いやー、悪くはないんだけどな、本当。なのでいけそうな気はする、なんかうまくやれば。うん、なんだかこれいけそうな気はするっていう感じですね。なんだかこれいけそうな気がする。やっていきましょう。お待たせ。聖堂先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で土屋、ネクストバッターサークルに控えているのは小野田。いや、新聖堂野手はやっぱ鉄人が取らないといけないというところでしんどいなと思うんですけど、投手はクレル君と今回いいなと思いましたね。デッキもそんなになんかこう無理やり作った感じではないし、155キロ直球、空振り三振。聖堂先制のピンチです。ツーアウトランナー2塁という場面で投手、第2球、2球目ストライク、これで追い込みました。投球がこれから3球、155キロ直球。このデッキもその伸び骨だけは絶対に取らないといけないとかっていうところで、まあ、メンタルのアンドロメダっていう構成だったり、何かとこう思考もされていて、いい編成やなと思う。っていうか本当これ金属さえ乾燥したら結構良かったと思うんだ。さて、これでツーアウト、ランナーは二塁。まああと奥田の失敗もありましたけど、ね、なので4つ金徳がない。4つなんて痛すぎる。4つも金徳ないのは痛すぎるぞ。さすがに。まあちゃんとシナリオ金徳と自分で取るものは取りましたが、4つに痛いものがありますな。初球はストライク。いきなり155キロ。ストライク。膝元厳しいところ。これで追い込みました。見逃し三振。左バッターボックスは8番タテ。まあでも編成的には大丈夫。これでちゃんと1年生の部員も終えたし、打ち合いも行ったし、これで追い込みました。残りは取れるので、あとはもう経験値を伸ばすのみたいなところですね。空振り三振、2者連続。ただ本当ギリギリだったので、もったいなかったのが沢村とフリア使えてないことですね。せっかくデッキ入れてるのに。なのでもう一人いる方がいいかもしれない。優位がいる方がもしかしたらそこはいいかもしれないですね。思った通りにハマってくれたナイス。スタミナ来いよ。お待たせ。聖堂先制のピンチを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で渋谷、第2球、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を空振り三振、バットアウト。得意のジャイロボールで仕留め。沢村とフリア、他の高校ではどうかな。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で渋谷、まあ一つ上限アップを持ってないっていうのはあるので、でもまあ投手の場合スタミナとコントロールだけだから全然10枠の方が多いですもんね。精神量が使えるといいんですけど、まあまあ甲子園来てるからそれだとストーリーがめちゃめちゃになっちゃいますよ。それは分かりますわ。はい、
で、あんまり筋力使わなめなものを取っていこう、これで。やっぱそうすると精神ポイントなくなるか。まあこっちでムービングファーストももちろん取って、はい。いやー、金太くん来て欲しかったー。これどれくらいになったかが普通に気になるな。とりあえず僕がやってるフリート投手よりは強いということが分かりました。間違いなくフリート投手の時代はもう僕の中でこれで消え去ったな。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第9、初球決まってストライク。いやー、どれくらいいくか見てみたかったもんです。これはインコース低め空振り。いや、走ってくれよ。4つも決めとかないのか。第4球を内角低めいっぱい見逃し三振。内角低めてか、あれ多分アップデート来たんでしょうね。投手やたら抑えてくれるようになってますね。抑えてくれるし、援護もあるし。第2球インコース低め、抑えてくれるじゃないかな。ちゃんとお知らせを読んでなかったんですけど、おそらく援護が増えるようには書いてあったと思います。この制度は野手をやっていても非常に打力が低いなというふうに感じている部分があったんですが、今回かなりスムーズに勝ち上がってこれていますので、あっと今のは自分が悪い。もうあのアップデート来てるんでしょうね。第2球インコース高めストライク、簡単にツーストライク追い込んだ。よいしょ。見逃し三振。バッターはピッチャー本郷。第1球打ちました、引っ掛けた、レフト。ポテンヒット。セド追いつかれました。2対2。左バッターボックスは、マジかよ。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球打ちました、あっと引っ掛けた、ファルボール。第3球は外角低め、見逃し三振。4、勝ってくれ。まあ最後ぐらい勝って終わりましょう。厳しい場面、ピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で片桐。まあでもやっぱりいろいろやって思うのは、保守がもうめちゃめちゃ強い高校ではあることは間違いないですね。僕も実は超強い保守を作ったんで、後日サクセス動画流したいと思いますが、やっぱり保守作るときに新安打製造機、そして新球界の角、新広角打法と3つも二次得が取れて、まあ1個筋トレが増えている。あのバッテリー練習って美味しさももちろんありますし、もう間違いなく補修に特化した高校っていうのはまあ改めてだなと思いましたが、まあ投手にその可能性があるのかというところで今回やってみましたが、均衡が来ないというところでね、結構あったんですが、あとはもうどれだけの、経験点が出たかというところで、野手よりは相当少なさそうな経験点にはなっていますということで、わー少ないなー。ちなみにそのさっき僕が後日また動画出したいと思いますって言ったキャッチャーの育成は経験点17,400点出ました。で、まあ見ていただければわかるんですが、あんまり良くないサクセスで、僕の中でずっとなんかこれあんま良くないな、渋いな、なんかやめようかなみたいな、やり直そうかなみたいなことをずっと言ってる中で、まあそうなったんですよね。なのでそれと比べると、まあもちろんデッキがまだどういうデッキがいいのか自分の中で探りきれてないっていうのももちろんあるとは思いますが、でもなぁ、ちょっとあまりにこうその時とは差があるなというサクセスにはなってしまいましたね。はい、ということで、まあ筋力4つないっていうのはありますが、単純に経験点も不足してる気もします。まあ4つ取って SS5 か、うん、5-6 っていうところですが、まあ経験点が低いですわな、これは。なので難しいのが、今まあ逆に保守育成でいいのがメンタル3入れられていてっていうところありますね。でもピッチャーでメンタル3入れると結局精神ポイントがめっちゃ多分余るし、まあ、上限アップの野手との兼ね合いとかもあるし、でもアヘヘンやると今度は変化の体力回復がなくてうまくはまんなくてっていうところで、まあ、現状だとちょっと厳しいのかなと、新制度の投手なんていうところは思いましたね。まあ、沢村は金徳2個来てくれたのでいいと思いますし、まあ、となると古谷も沢村と古谷セットにすると意外と金徳2個来るのかなというふうにも思ったので、その2人に関してはまあまあ良かったかなと。まあ、あとはイベント完走してくれというところですね。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。